おはようございます、釣り子 TV です。2018年のニューモデルの竿が家に1本届きました。早いですね、まだ2月なんですけども、ものによっては、だいぶ店頭に並んでるものも多くなってきてるっていうことで、あとリールだとバンタム MGL 頼んでるんですけどね、自分の頼んでる釣り具屋さんにはまだ入荷してないのか、何の連絡もないんですけどね。そんな感じでネットサーフィンをしていたらすっごい気になっていたですね、竿が買えるよみたいな感じで書いてあって、もうマジかと思ってですね、1個注文してみたんですけども、早速家に届きました。じゃあですね、開封していきたいと思います。まずね、これね、こんな感じでシマノっていうね、専用の段ボールに入って、なかなかかっちょいい感じですけども、で何を買ったかっていうと、ここに書いてあるんですけども、ゾディアス 260ML の G っていうですね、こういった竿を買ってみたんですね。盛り込んでもらっても大丈夫ですか。うわ、ガラスの含有率自体は 40% ぐらいと思います。はい、じゃあグラスコンポジットってイメージで、はいはい、店頭にはこのニューですけど、4月までには間違いなく、はい、ありがとうございます。これでどうだろう、じゃあちょっと開けていって、感じでね、全部紙なんですけどね、こんな感じで補強のボール紙が入っていて、折れないように、なっている。で、まあありがたいですね、この全部紙のパッケージなんで、まあ、丸めて捨てることもできるし、結構ロッドのね、激しい梱包材ってどうやって捨てようって結構悩んだりしますけども。さすがシマノですね、こういう考えられていて、はい、で、きたー、ゾディアスね、これで、こういう袋なんですね、あ、裏赤いんですね、こんな感じで、で、さらにこれは、はい、出てきました、ゾディアス、きたー。で、裏にいろいろ書いてありますけれども、はあ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 、260ML の G っていうことで、この G はグラスの G なんですね。まあ一部で話題になっているスピニングでグラス素材で、シマノのやつはグラスコンポジットっていうことで、ゾディアスシリーズから出てくれているので、価格も、結構ですね、控えめな1万円前半ぐらいで買えてということで、まあ、2018年の追加の最新機種というところで開けていきたいと思いますよ。おー、さあさあさあ、うわー、来ました、新品の竿。この前ね、ダイワのタトゥーライリーと買いましたけど、今度シマノを買うっていう、まあ、節操のない感じですけども、これはね、1本欲しかったんですよね。細かいところはですね、また手元のアップの動画とかで見ていきますけども、まずもってもっとね、重いのかなと思いきや、かなり軽快ですよね。 100g 切ってるっていう表記だったんですけど、本当表記に偽りなしで、あー、もっとね、グラス素材っていうとズンってちょっと重い感じなのかと思いきや、
でグリップエンドは短めでね、うん、ハイパワー X っていう書いてあったりマゾリアスね。わーこれはね春先の釣り、ミノとかそういったプラグを投げる釣りに絶対いいんじゃないかななんて思って、あとはねレジットデザインからあのピュアグラスのグラスロッドも出ますけどね、どちらかというとフィッシングショーでどっちの竿も触ったんですけども、好みとしてはですねレジットデザインの竿のダルンっていう感じがすごいお気に入りだったんですけども、発売がまあ4月の末ぐらいに店頭に並ぶっていうことで、使いたいのはまあ3月からそうですね4月の中旬頃までが一番使ってみたいこのグラス素材の竿っていうことで、まあねこれ買って、でも多分ねあのレジットデザインの竿も買っちゃうと思います。そんで、ね、2本の竿でこう使い比べてみて、いろいろインプレッションなんかしていければなと思うんですけども、まずは先発で発売されたこのゾディアスのグラスピニング、これを手に入れてみました。結構ね穂先は入る感じで、どうなんだろう、まあ全体にルアー投げてみたり魚かけてみないと分かんないですけど、どうでしょうか、73調子って感じなんですかね。こんな感じで結構ここら辺に曲がりの視点があるような感じかなと思ったんですけども、もうちょっとねレジットデザインのグラスの竿は全体にパラボリックにこの胴のあたりから曲がるような印象だったな。まあこれもね曲がりますけども、うん、こんな感じの調子でございます。で、書いてあるのは小型ハードプラグに対応するミディアムライトパワーキャストの難しい軽量ルアーをストレスなくキャストし、ルアーの動きを存分に引き出すグラスコンポジットのスピニング、操作性に優れ軽量が持ち味の、60レングス、おかっぱりやポートを問わず活躍しますということでね。まあおかっぱりポート問わずっていうことですけども、両方ねレンタルボートの釣りもやるし、あのおかっぱりも好きなんで今年はね春先からどんどんおかっぱりも行こうなと思ってるんですけどね。本当6フィート台の竿ってね最近少なくなってきてますからね。でも身長が低い自分なんかだと本当下にこうジャークする時なんかもこの6フィート前後っていうのが一番使いやすくて、で6フィートを切る、まあ、5.9 フィートとかあの辺りになってくるとそういった竿も好きなんですけども、ああショートロッドだなって感じるんですけども、この6フィートぐらいっていうのが一番ですねいろいろ軽快に使う上では、自分はちょうどいいんじゃないかなと思って、でもちろんテストもねあのいろいろな長さとかでされてるんだと思うんですけども、これがまあベストなセッティングって、まあ、結果持ち重りとか考えるとやっぱこの長さがベストっていうことなんですかね。はい、でねリールも早速つけてみたいと思います。黒と黒で合うかなと思って手持ちのねこれコンプレックス 2500HGSF6 っていうやつでね、普段から使っているやつですけど、結構ハイギアのスピニングリールですけど、この黒黒で合うんじゃないかなと思って、あーいいですね。はい、こんな感じで島の島ので合わせてみましたけども、コンプレックスね、いやー黒黒でなかなか合うんじゃないですか。で引き続きですね、まあより手元にこう重心が来た感じでぐっと使いやすい感じかなと思いますが、でまあちょっとこっちはちょっと取っちゃおうかな。でまあ P ラインとかで使うのがいいよってよく説明がありますけどね、多分自分はトゥイッチングとかジャーキングでの使い方が多くなるんで、どうしても新素材だとねゆるゆるで巻いたらトラブったりすることが多くなっちゃうと思うので、多分ねこのクロロカーボンの4ポンドとかそういったので使うことが多くなると思うんですけども、こんな感じでどうですか、こんな感じの、ああやっぱねミディアムライトっていうことで結構張りがありますね。
結構ね、丈夫なイメージで、こう負荷をかけていくとこんな感じの曲がり、うん、やっぱり何ですかね、7、3調子、確実にスローテーパーではないんですけどね、こんな感じで負荷をかけていくと、こんな感じで負荷をかけていくと素直に上がっていきますね。でもすごいこのパッドの方にはまだまだ余力があるよっていう感じなので、これはそうですね、結構幅広いルアーが使えるんじゃないかなっていうこと で開発に携わった黒田プロね、ブログとかいつも読んでるんですけども、その記事によるとですね、ワンテンぐらいまでが背負えるよっていうことなんで、だからまあ小型のプラグもこのしなやかな先端に乗せてハヒューンって飛ばせるけども、ここぞっていう時はまあ110ミリぐらいのそういったミノーまで使えるようなっていう感じなんで、どうですか、レベルミノとかそういったのまで、快適に使えるんじゃないかな。でまあもちろんベイトフィネスの、パーンって軽いの遠くに飛ばせるシリーズね、ベイトの釣りっていうのも格段に進化してますけども、やっぱりねこのスピニング特有のこのね軽いのをパッて飛ばせるっていう性能っていうのは絶対に、必要になってくるんじゃないかなと思って、で本当今風ですね、こうまあハイパワー X っていうことで、シマノ元祖ね、シマノのこう軸を幾重にも重ねて強度を出すっていう、ただ芯になるところにはグラスを封入してて、まあグラスとカーボンを混ぜて、そこまで重くないけども、グラス特有のこの素直な曲がりを実現しているっていうことで、これからね徐々にあったかい日なんかも増えてきますからね、まだまだ2月ですけども、ただ日によって14度とか三寒四温の、まあ四温の方ですね、あったかい日なんていうのは浅いところにバスが刺してきて、でそういったの、まあ、小型のミノーとか、まあそういったのでパン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 、もしくはゆっくりただ巻きとかで、でそのノリの悪いまだそこまで元気じゃないバスをこのグラス特有のしなやかなチップで乗せていく、まあこういった釣りに使えるんじゃないか。ほんとね、これはなんかグラスロッドってね、ちょっと持ってもああ重いって思ったりするとね、1日投げ切ったりするの軽くなっちゃいますけど、ほんと軽快に1日遊べそうだな、こんな感じでございます。じゃあね、また手元の動画の方で細かい角度の仕様なんかを、見ていければなと思います。はい、ということで手元で細かいパーツを見ていきたいと思います。まずねグリップの方から見ていくと、こう裏側はシンプルで、特に何もないですね、こうロゴとかが、裏にパコってはまってるわけでもなくて、非常にシンプルな、パッドね、こう見ていくとハイパワー X ってここに書いてありますね。これで、まあ、こういうほんと細かいところ、この飾り巻きとかね、こういうのがすごい綺麗に施されていて、まあねほんとこれが1万円前半で買えちゃうんだからお得じゃないかななんて思うんですけども、こういった細かいメタルパーツなんかも綺麗にね作られていて、グッときますよ。でここまでがこの何ですかね、まあ、スポンジ風のこういったやつで、で上に行くとこういったグリップになっております。 CI4 っていう風に書いてあって、このゾディアス独特のねこのパーツね、好みは分かれるところかと思いますけども、結構ね赤黒でかっこいいデザインなんじゃないかななんて個人的には思いますが、こういった、じゃあちょっと開けていってみるとどうなってんのかな、こんな感じで接続されておりますね。ここにも飾り巻きがあって、まあ、島って書いてありますね。でここに細かい、
こういったルアー使うのにちょうどいいよっていうのが書いてありますけども、8分の1オンスから16分の7オンスまでということで、レングスが6フィートだよっていうところと、ルアーウェイトでいうと4グラムから12グラムまで、まあ、ミディアムライトなんで結構丈夫めですよね。で、黒田さんのブログなんかで見てると、これとエルパワーね、もうちょっと柔らかいしなやかなモデルとテストしていたけども、まあ1本で比較的幅広く何でも投げれるようにということで、製品版になったのはこの ML ね、ミディアムライトパワーのグラスコンポジット、これが出ているよということみたいですね。プロトタイプはここはコロクグリップのやつなんかもあって、そういうのも気になってずっと見ていたんですけども、製品版になったのはこちらのミディアムライトのパワー、こういったことになっております。で、まあちょっと先の方に進んでいくと、ハイパワー X がね、こんな感じで先端の方までね、こうきっちりとね補強されていて、でバッドガイドこういう感じでついておりますね。ここはPラインに特化したとかね、またあとトルザイトリングにしたとか、いろいろできるにはできたんだろうけども、まあいろいろこだわればこだわるほどどんどん値段の方も高くなっていって、そうすると今度はね、ゾディアスというよりエクスプライドとかあっちの方に、なってきちゃうかと思うんですけど、でもこれでスピニングのグラスっていうのが需要が非常に高いんだなんていう風な印象が出てくると、そういった上位機種にもね、ちょっと違った番手なんかも出てくるかもしれませんのでね、みんなでこのグラススピニング応援していこうじゃありませんか。自分は、出たらとりあえず、レジットのも買おうと思ってますんでね、このグラススピニング、戦国時代みたいになってきてますから、このラインナップはどんどん応援していこうかなと思いながら、はい、先端の方までやってきましたね。やっぱスピニングなんで比較的先端の方は細いですよね。で、このしなやかなティップセクションが、なんだろう、小型のクランクとかにもねすごい良さそうだから、自分チェリーとかいうジャッカルの小さいクランクベイトとかも好きなんですけども、そういったの本当何にも考えずにポイーンと投げてタカ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 ーとかね巻いてくる釣りにいいんじゃないかなと思って、非常に楽しみなんですけども、はい、こんな感じになっておりまーす。はい、でね、リールはとりあえずこの手持ちで持っているコンプレックス CI4CI4 で、黒で、組み合わせようかななんて思うんですけども、本当ね、ステラなんか変えたらね、ああいったので、使ってみたいところではありますが、手持ちのこちらはコンプレックスね、非常にカッチリとね、やっぱ島のなんで、カッチリとつきますね。で、ほんとこのね、なんて言ったらいいのかな、ここら辺に重心が来てるんですよね。だからもう気持ち思いリールしょわせると、もうちょっとこのバットの方に来る、ま、なんだろう、竿を上に保持して使うっていうよりは、この手の巻き物ロッドは下に向けて使うことが多いと思うんで、ここに重心があることによってこう握り込むと、ちょうど今この人差し指のあたりにね、なんか重心が来てる感じになりますが、非常にこのなんて今すごい脱力して持ってるんですけども、非常に持ちやすい。で、これでクリ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 とね、巻いて使っていこうかななんていう風に計画中ですが、どんな時に使うのかってね、グラスのスピニングってあんまり今までなかったですからね。まあ自分なんかシーバス釣りなんかもやるんで、まあそういった釣りには本当ノリがいい、こういった、軽快な、あとボートシーバスとかね、そういう時にまず持って使うっていうのはイメージできてたんですけども、ブラックバスに関してはね、どういうところで使うのか、結構季節は先になっちゃうんですけども、横利根川とかで延々にバンクシャットとかを投げて岸際をちょっと寒い時期にサーチしていく、ああいった釣りにすごいいいんじゃないかな。もちろんベイトフィネスでやればいいんですけども、非常に
まあ、そういうので釣ったりもしてますし、今本当に軽いルアーまでベイトフィネスで投げれるんで、まあ、それで竿一本でいけばいいんじゃないって思うんですけども、やっぱりねどうしたってあのスピニングのこの軽快な糸がハラハラハラって出ていく、この投げ心地っていうのはどうしてもベイトに真似しきれないっていうところがあるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、そういった時にねこういったスピニングでノリのいい、竿を1本欲しいなと思ってたんですよね。全部最近買ってるスピニングロッドっていうとどちらかっていうとワームのライトリグを使う竿ばっかり持ってるんで、まあいっぱい持ってますけども、だいたいねソリッドティップで、でもうちょっとねガイドもマイクロガイドなんかがついていてっていうワームに特化した竿ね、こういったのいっぱい持ってるんですけども、たまにあのフルソリッドのね竿とかでミノーとかをやると非常に使いやすいんですよね。なんというか魚がバレない、もう竿がどんどん追従していって結果結構針薄がかりでも、このスピニングのドラグ特性を生かしてですね、チーって細い糸でも糸を送り込んで、取り上げることができるっていう機会が結構多くて、で、まあそういったドラグを効かせた、釣りね、巻物の釣り使う時にはスピニングの方がいいんじゃないかななんていう思うことが結構多いんですよね。まあ特にシーバスなんかはほとんどスピニングのリールで釣りしてますからすごい感じるんですね。薄皮一枚の、シーバスの口って結構ブラックバスなんかに比べると脆い作りというか薄い皮の作りになっているので、まあそういったのを最後船べりまでどうにか寄せて、ランディングに持ち込むっていう時にこの素直に出ていくドラグ最後の突っ込みとかね、そういったのをこういったまあ竿の弾力とプラスこのドラグのチーって出ていくこのダブルで細軸の針を最後まで持たせる、まあ、そういったのにすごい役立っているなっていうのを常々感じていて、これはもうブラックバスでももちろんそうだろうなっていうのは思っていて、まあここぞっていう魚をね細糸でプラグでかけた時に取り込みやすいっていうのはやっぱりこのスピニングに分があるんじゃないかなと思っていて、でベイトフィネスのねあのやつだとまあ大概10ポンドとか8ポンドとかちょっと太めの糸を入れて投げているので、であとどうしてもどんな上位機種でもまあ軽かった BFS とかも使っておりますが、このドラグ特性を生かした釣りって考えるとこっちじゃないかななんていう風に思うんですね。まだ使っていないのにまあダラダラとたくさん喋っていますが、まあそんな感じでまあ細い針、小さいプラグ、そういったので確実にランニングまでするためにはぜひもんであったら便利なんじゃないかなとこう思ってですね、入手してみました。というわけでこれからねあの今2月ですけども春先の釣りですね、まあワームが効く時もあれば、魚がポカーンとちょっと浮いていて、小さなベビーシャットであるとか、小さなねミノーね、ハンクルの、6号のミノーとかああいったのがやたら効くっていうそういう日が必ず来ますんでね、そんな時に、使いたいな。プラスねこれはミディアムライトパワーでちょっと大きめな、ルアーまでね、投げれるっていうことで、まあ、福袋とかで手に入れたこの手のちょっと大きめでまあなんだろう細身のこういったミノとかねこんなのを一日投げ倒すぞなんていう気分の時に、ベイトよりね何も考えずにスパーンと投げれるんじゃないかななんていう風に考えております。でいろいろな使い方を見てるとここに入れるのはあの P ラインのまあ 0.6 号とかそういったのを入れるとスコーンと、飛んでいって広範囲をサーチできるよなんていうことなんですけどね、自分結構ミノを使うときはトゥイッチングチョン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 ピッ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 って動かすことが多いんで、その釣りいっぱいやるとどうしてもねここにあのふかふかで巻かれちゃってっていうことがあって急にボンとこうライントラブルするなんていうことがありますんで、まあ最初はこういった感じのあのクロロカーボンの
ちょっと丈夫めな、まあ、4ポンドとか 4.5 ポンドとか、そういったので使っていこうかなというふうに計画しております。何にしてもね、ちょっとこれで春の、小さいプラグの釣りが、一つ楽しく遊べるんじゃないかなということで今ワクワクしております。まあね、この前ね、ダイワのタトゥーラエリート買って、今度はねこのシマノの、グラスのスピニングね、これ、2018年買った2本目の竿ですかね、大活躍、でっかいバス釣れるといいなということで鼻息も荒くですね買ってみました。というわけで本日のスリコー TV は2018年のニューラインナップ、シマノのこれゾディアスね、260、ミディアムライトの G、 これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。